ジェンセン FF は過去イギリスの自動車製造者として存在したジェンセンモーターズが1966年から1971年まで製造を販売していたジョージ4輪駆動のグランドツーリングカーである。同時開発のインターセプターが後輪駆動を採用しているのに対しイギリスファーガソン研究所が開発したジョージ4輪駆動システム ファーガソンフォーミュラとダンロップ製の航空機用アンチロックブレーキシステムマクサレットを組み込んでいる。社名の FF はファーガソンフォーミュラの頭文字である。ファーガソンフォーミュラは前後の軸へ駆動力配分するトランスファーに優勢ギア式ディファレンシャルを用い、旋回時の前輪と後輪の旋回半径差に起因するアクスル回転数差を調整するセンターデフシステムであり、 前後トルク配分率は37,63としている。また、前後軸回転数差を、加速時は、前輪は後輪に対しプラス16.5%、後輪は前輪に対しプラス5.5%、減速時は、それぞれマイナス16.5%、マイナス5.5%を限度に、それを超えると、ワンウェイクラッチにより、自動でデフロックする機構が内蔵されている。 前線 FF ではこのシステムをトランスミッション後端に直結配置し、ここから前後のデフへプロペラシャフトで連接されている。また、フロントアクスルをインターセプターよりも 102mm 前方に設定し、中央のフロントデフはエンジン直前に配置している。このため、ダッシュパネル前方がインターセプターよりも長く、フロントフェンダーパネル後端の2列あるルーバーは、 同様のもの一列のインターセプターとの外見上の差異となっている。マクサレットを組み込んだブレーキは67年型以前はダンロップ製、68年型以降はガーリング製の四輪ディスクである。安定した走行性能の確保を目的として四輪駆動を取り入れた世界初の量産車であったが、姉妹車のインターセプターを約30%上回る高価格と、 右ハンドル専用設計によりアメリカ市場へ投入できなかったことで生産台数は320台に止まった。そのためアウディクワトロに14年先んじたにもかかわらずその先進性は後の自動車開発に影響を与えるには至らなかった。ありがとうございます。